こんにちは日本のフィギュアスケート選手たちのために伝説的なスケーターたちが来日し指導を行っているようです。今回は特に来日した2人の人物が羽生結弦選手に向けて発した言葉が話題となっています。コメント欄にはぜひあなたの感想を記載して他のファンと感想を共有して盛り上がりましょう。 先日、期間延長されていた銀座ギャラリーでの羽生結弦選手の写真展が多くのファンに惜しまれながらも終了しました。最終日には数多くのファンが訪れ、写真を撮影したり、見納めの羽生選手の姿を心に焼き付けるように見つめていたようです。7月に入り、毎年恒例となっている羽生選手の田んぼアートも見ごろを迎えています。今年ののデザインはあの夏へ を演じる羽生選手の姿とスタジオジブリの名作「千と千尋の神隠し」の白い竜をモチーフにした大きな水田が特徴的ですこの田んぼアートを目当てにたくさんのファンが訪れその迫力と美しさに感動していますこれから夏休みやお盆休みの時期を迎えるにあたり仙台を訪れて羽生選手の足跡を巡る聖地巡礼をする人も増えていくことでしょう 羽生選手自身も次のステップに向けて着々と準備を進めていると予想されますしかしオフシーズンだからといって彼だけが忙しいわけではありません競技大会シーズンの開幕に向けて多くの選手たちが合宿で汗を流し新たな技の習得や表現力の向上そして新プログラムの練習に取り組んでいますそのため日本の選手たちはオフシーズンであっても アイスショーの出演だけでなく、やることが山積みです。国内外から実績のあるスケーターや指導者を招き、特別な指導を受けることもあります。例えば、日本の代表選手たちが今シーズンも最高のパフォーマンスを披露できるようにと、先月にはカナダからジェフ・ディオニシオコーチが京都宇治市のキネアカデミー京都アイスアリーナでの公開練習に参加しました。ジェフ・ディオオニシオコーチといえば 羽生結弦選手を指導した経験も持つハーネスを使用したジャンプ練習のスペシャリストとして知られています。ハーネスを用いることで選手は上から支えられながらジャンプをすることが可能となり高難度のジャンプを繰り返し練習することができます。コーチはハーネスのサポートによって選手は安心感を持ってジャンプをする自信をつけることができ またなぜジャンプが成功しないのかを学ぶこともできると語っています。この日、世界ジュニア選手権2連覇中の島田真央選手や、羽生選手の後輩としても知られる千葉明子選手が合宿に参加していました。特に千葉選手は、今年2月に開催された4大陸選手権で初優勝を果たして以来、大きな注目を集めています。彼女たちが参加する合宿では 島田選手が4回転トーループの練習をハーネスで行いましたハーネスを使って飛ぶことになれるというよりはどこがうまくいかず安定して飛べないのかを学ぶことができたと練習後に手応えを感じていたようですまた千葉選手も以前別の場所でハーネス練習を経験したことがあるそうで先生が普段の自分の感覚に合わせたタイミングでサポートしてくれるので ハーネスを外した後も自分の感覚につなげやすいと話していましたこういった経験を積み重ねることで選手たちは確実に成長していくのですさらに今月には大阪府泉佐野市にある関空アイスアリーナで強化合宿が行われ最終日には報道陣も参加し一般公開も行われましたこの合宿には日本スケート連盟の特別強化選手十四人が参加し 女子で世界選手権3連覇中の坂本京子選手や昨シーズンの世界選手権金メダリストの影山優真選手などが7人ずつ2グループに分かれて練習に取り組んでいました練習内容は表情でのスケーティング練習と別室でのダンストレーニングの2つに分かれていたそうですダンスレッスンではコンテンポラリーダンサーとして活躍する平山本さんと佐本良二さんから 上半身の使い方や動きの指導を受けていましたそして表情練習では男子シングルで活躍し電動入りも果たしているカート・ブラウニングさんとその妻アリッサ・シズニーさんが指導に当たっていました特にカート・ブラウニングさんは1988年に世界で初めて国際大会で4回転ジャンプを成功させた伝説的な選手であり彼の指導を受けることができるというのは 選手たちにとって大きな励みとなったことでしょう。彼が日本代表の全日本合宿で指導を行うのは初めてのことで、参加選手たちも彼の言葉に耳を傾け、その技術と経験を自分たちのものにしようと必死に取り組んでいたようです。ですね、リオニシオコーチは身振り手振りを交えながら、とても丁寧に若きスケーターたちに指導をしていました。彼の姿からは、 未来のスケート界を担う若手選手選たちに対すす。る真摯な姿勢と情熱が伝わってきます実は、ディオニシオコーチとブラウニングさんはかつて羽生選手とも深い関係があった2人であり、その指導経験が現在の活動にも生かされているのです。特にディオニシオコーチは、羽生選手の4回転アクセルへの挑戦を見守りながら、ハーネスを用いた練習をサポートしていた1人でもありました。 ファンによれば、リオニシオコーチは偶然の機会に羽生選手との練習について話をしてくれたそうで、ユズは本当に特別な存在だ。ただメダルや名声のためにスケートをしているわけではなく、純粋にスケートが好きだから続けているんだ。彼は僕がこれまでに出会った中でも最高の一人で、僕の誇りだよと語り、羽生選手への深い敬意と愛情を表現しました。 リオニシオコーチはまた彼と10年一緒にやってきたけれど、今彼がカナダを離れて日本へ戻ったことが本当に寂しい。彼は本当に素晴らしい人間なんだと、羽生選手がカナダを去ったことへの名残惜しさも隠せない様子でした。このような感情は、彼と羽生選手が共に過ごした時間と経験、そして彼が羽生選手に対して持つ尊敬と友情がどれほど深いものであったかを物語っています。 一方、ブラウニングさんもまた、羽生選手の4回転ジャンプに対する評価を惜しみませんでした。自身も4回転ジャンプがまだ存在しなかった時代に、孤独な中で道を切り開いてきた経験がある彼だからこそ、羽生選手の挑戦には深い共感とリスペクトを抱いているようです。ブラウニングさんは、当初、4回転への挑戦は不安が大きかった。 夜遅くに誰もいなくなったリンクで1人、または信頼できる友人と2人で練習していたと、自身の苦労を振り返りつつ、羽生選手への応援の気持ちを強く伝えました。さらに、羽生選手の4回転アクセルに対するブラウニングさんの評価は非常に高く彼のアクセルは美しい。踏み切って跳躍し、その後に回転を始める。そののタタイミングが他のスケーターとは異なり 多くのスケーターは飛び上がると同時に回転を始めることが多いが彼は空中での対空時間をしっかりと持ちながら回転するその美しさは他に類を見ないとその技術の高さを絶賛しましたまた彼は羽生選手が北京五輪という大舞台で4回転アクセルに挑戦したことにも感銘を受け彼は私にもクワッドアクセルを飛びたいと高らかに宣言していた 失敗や怪我のリスクを恐れず、その挑戦を続ける勇敢さは本当に素晴らしい。惜しくも成功はしなかったが、その瞬間はとても感動的であり、彼は 4A を試みたことで次のレベルへの扉を開いたと、羽生選手の挑戦に最大限の賛辞を送っていました。プロスケーターとしても常に進化し続ける羽生選手。彼の今後の活躍からも目が離せませんね。 彼のファンやスケートファンにとってもこれからの挑戦がどんな素晴らしいものになるのか期待せずにはいられません。最後までご覧いただきありがとうございました。私たちは皆さんからのニュースを受け取り次のビデオでお会いできるようさらに熱心に準備を続けていきます。チャンネル登録といいねを忘れずにまた次のビデオでお会いしましょう。